ローター船バックをローター船 E シップ1、模式図ローター船とは、風力とマグヌス効果を利用することにより、小さな動力で航行できる船である。ドイツの航空技術者、アントン・フレットナーが1924年に発明した。ローター船は、垂直に立てられた円筒を線上に備えている。例えば図のように左辺から風を受けている状態で、ローターを動力によって回転させると、 マグノス効果によって、ローターに、風と炎直の向きの力が働き、船は前進するのである。フレットナーによるローター船の第一号はブッカウ号、別名バーデンバーデン号で、これは元来小舟だったものを改造して作られた。総トン数は496トン。直径約4メートル、高さ約17メートルのローターを2本備えていた。ローターを回すための動力は、 電気モーターで発電は45馬力のディーゼルエンジンでなされた。ロータは毎分200回転し5ノットの速度を記録した。1925年に諸女公開に成功。1926年には大西洋横断に成功した。1926年のバルバラ号は1700トン3本ローターの船で貨物船として実用に供された。 維持費の問題からその後しばらくローター船は見捨てられていたが、1980年代以降、1983年にアルシオル、カリプソ2、2006年にユニ、カット・フレンスバーグ、2008年にイーシップ1など、再び数隻が建造されている。これらの船には、ローターの発展型として、断面から気流を吸い込み揚力を発生させる。 ターボセールと呼ばれる技術が使われた。環境問題対策として、ローター線は効率が良いという観点から、日本の海洋大学でも研究が進んでいる。ウィキメディアコモンズには、ローター線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。